今年3回目です、山本さん。そうですか、そうだね。いや、あれも3回目です。マユコロちゃんと撮ってなかったし、今日。またね。マユコロちゃん、あれやった？うなぎ釣りやった？うなぎ釣りやってない。やった方がいい。友達ってわけなんだよ。チョコレートだからね、やっぱりちっちゃい子にあげたくなるんですよ。ね、小学生ぐらいやったらいいけど。小学生。ピンポン。ちょっとね、幼稚園生歯磨かないんですよ。芝になって私の先生が困る。はい、バイバイ。キングありがとうございます。あ、ありがとうね。ありがとう。あゆころちゃんの分はあの子にあげたもん。かなり行く、かなり行く。帰るよ。バイバイってやってる、一応。あゆころちゃん、大丈夫？生きてる？生きてるね。ギリギリ。決して休んでるわけではありません。今日疲れたもんな。よし、じゃあ、いさき君もね、また明日来るんで。ね、ありがとうね、みんな。ね、モーゼの滝のように子供が叫ぶのはなぜか。YouTuber だから。YouTuber。今日も YouTuber 撮れ高満載だったんで。宮下さん、言うてる。はい。こっち遊び来てよ。ああ、どうもどうも。まさか、大和高田市役所の協力により。なんと、ステージ14時の前までに帰ってくるという。ミッションがあるんですよ。名所何？名所ですか。ですね。寺だよね。寺だよね。ちょっとね、みんなの話だと1時間あれば回れるんじゃないかって言われてます。本当です。1時間で回れるらさ、都市伝説ですけど、1時間で回れますよ、あなたから。でもそこをね、イサキ君はね、あえて帰れま10企画で強行突破するという、2時間ぐらいかけてそこをね、やるんで。なので、昼には帰ってきますんでね。それはツイート見ててください。ツイート。ツイート。ツイートがいい。